みんなが嫌いは嫌いでいいんですよ。ね。逃げんでも、ね。向こうから嫌いな人が来たらね、あ、また嫌いな人に会ったけどな、嫌いな人おはようございますって言えばいいんでしょ。え？ね、逃げたらいけないですよ。あれは私の馬の合わない人、嫌いな人、嫌いな人だけども仏様の子。だから今一緒に生きてるんだから。ね、お互いが何があってもね、大事な時には助け合わなきゃいけない。それがお釈迦様の教えでしょ。嫌いだからってふっとやったらおしまいなんですよ。ね、そのことをね、法華経では何回も何回も説くのであります。さあ、ぼちぼち最後に行かねえけんねえけど、どこ行ったかな。はい。それでは、先ほど、この始まる前に歌が流れてましたね。何かご存知です、あれ。NHK のね、震災ボランティアのテーマソング。今、テレビでよく流れてます。ね。花は花は花は咲く。ね。いつか生まれる君に。花は花は花は咲く。私は何を残しただろう。これものすごい言葉ですよ。ね。花は花は花は咲く。いつか恋する君にで終わるんですけども、その真ん中にあります花は花は花は咲く。今から生まれ変わり死に変わっていくこの次の世代次の世代のために、今私は何を残したんだろうかと問いかけてるんですよ。 NHK にすればだいぶきつい問いかけですがね。あなた今何してる？震災のためにあなた何した？何が残せた？今から何かやることがあるんじゃない？って言ってるんですな。それは法華経も同じなんですよ。今人間として生まれて本当はお題目を唱えてお釈迦様から頭を撫でてもらったんでしょう。あなた今何ができてんの？そのことを素直に心に表して書いたのが宮沢賢治の雨にも負けずであります。この一番プリントの一番奥にもしおりの一番奥にもありますが、ちょっとカタカナで、これが本来です。このしおりのね、一番最後にあります雨にも負けずというの、これが本来ですけども、読みにくいしカタカナで分かりにくいので、こういう大きなやつに打ち直して漢字混じりで打ってきましたね。三層二目の例えっていうのがありましたね、慶中明治のね。それから雨にも負けずとあります。雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。ここが大切なんですね。自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。自分を感情に入れるからこの世の本当の姿が見えない。まず自分のことを考えるからね、自分の差別した心、自分の色ガラスね、サングラスでこの世を見るから本当のことがわからない。自分を感情に入れずに、いわゆる仏教では六根清浄の心でこの世を見聞きし、そしてこの世の姿がわかる、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気な子供あれば行って看病してあり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、
この中で今日本でできないのが南ですね。南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいといいね。病院に行ってもぼちぼち死にそうじゃなあね、あんた怖がらなくてもいいよ、早くね、ね、日蓮様のところへお行きなさいませって言うたら叱られるかな。叱られる、ね、怖がらなくてもいいと本当は言わなきゃいけないんですよ。で、自分が覚悟できてないからね、病院に行ってもうダメだ、口から物が入らない、水が飲めない、でも点滴を受ければ生きておれる、だから自分は死ぬとは思ってない、覚悟はできない、だからあんたもうダメなようだから先に行っとって、私も行くからって言って言うたら叱られる。昔はそうじゃないんですよ。口から物が入らなくなったら一巻の終わりね、一月もせんうちに死ぬ、だから覚悟ができる、覚悟ができるから、もうあの坊主生臭だけど、まあいいや、ちょっとお経をあげてもらう、ちょっと呼んでこいやって言ってお経をあげてもらうのが枕経だね。ところが今覚悟ができないからに、もうダメと思ってもまだ死なないと思ってるから、頭の中ではもうダメダメっていうのは嘘やからね。だから本当はこのことをしっかりね、よく考えて、自分があそこに行くんかな、行くんならどうするんかなっていうことを考えて生きていかないと、いや私はいかん、私はいかんって思うから何でもできるんですよ。お釈迦さんとこ行くんやったら、お釈迦さんに行くんやったらちょっと申し訳ないから、もうちょっとな、お釈迦様に行くにふさわしいことをしとかねえけんかなと思わねえかんねえけどね、覚悟は決まらん。だから今日本でできないのはここ、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいといい、これが言えない。皆様方どうぞ言えるようにしてくださいね、考えてくださいね。はい。日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクの坊と呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。これが宮沢賢治の雨にも降らず負けず手帳であります。で、この雨にも負けず手帳にここありますけどもね、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクの坊と呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたいと書いてあって、この後ろにあのお曼荼羅の一番上の段が書いてあるんです。デクの坊になって、こういうものになって、宮沢賢治は日蓮宗の曼荼羅の世界に行きたい、帰って行きたい、それが自分の生き様、宮沢賢治の宗教です、胸とする教えね、それが雨にも負けずなんですよ。そしてここに、これあの鉛筆が入るとこね、鉛筆が入るところ、ここに紙切れが入ってて、この紙切れに書いてあるのが、そこの皆様方にお渡しした宮沢賢治と書いてある後ろの方ですね。人天の子を押しすぎて今しこの妙の実りに相祭りしよう。人天子ですね。